所長、はい、日本って木造住宅が多いですよね。そうやね、うん、木材の短所と長所って何ですか？うん、あ、樹脂によって違いもあるんやけども、あの節が多かったり少なかったりするのもあるんやけども、強度的に関するとね、水分が多いかどうかでも決まるんよね。水分、まあ含水率というんやけども、これが少ないほど強度が増すということは、軽さの割に強度が強いということよね。そして加工が容易、まあ鉄なんかと比べるとね、製造にかかるエネルギー、鉄なんかだと溶鉱炉を使って溶かしたりして大変なんやけども、まあ極端に言えば木は植えとくだけで勝手に育つというところがあるのね。伐採加工植林といってね、持続可能な資源である。性質としては熱や電気を伝えにくいと、まあ調湿性があり、空気の中の、湿気を吸ったり吐いたりして湿度を調整するという、性質、適度に音を吸収して柔らかいことにするという、音楽室とかそんなによく使われてるんですよね。節が多かったり少なかったり、均一じゃないというところがあるのと、乾燥する時点で反りや曲げや割れが起きるという、そういう変形するというところね、まあ、シロアにやられるということがあるのと、火災の際には燃える、まあ、燃えやすいと、日光や雨風によって劣化すると汚れやすいということでね、そういういろいろな欠点もあるんやけども、材料としてはすごく日本にあったらいいもので、山が放置されていてね、崩れが起きたり倒木が起きたりしてね、せっかくの資源がねちょっと大変なことになってるんでね、これをちゃんと整備してね、持続可能なようにすればいいと思うよね。うん。